はいどうも、つなりたま、まじゃなりためのたまです。本日もちゃんたま団員戦1本打って長健とやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、少し日にちが空いたので毎日投稿というわけではなくなりましたが、まあコツコツやっていきます。今日はこれ終わったらちょっと一軒宅の修理行って、その後ね、楽しみな予定があるので、はい、トン曲ゼロ本場ドラガイーマンドラトイツを生かしたい。何で上がりに行くか、まあ、役配重なりは持ちつつ、チャンタとかも一応あんのか、まあ白春重なってくれたらまっすぐ行ける。そうじゃない場合はチャンタメイン1、2、3、4、あと急走にくっついてくれたりねすると、ああもうこれでこうしますか全部仕掛けられる。 E ピンからが一番仕掛けやすいですかね。まあ、E ピン E マンリャンマンはちょっと仕掛けたくないな、打点が下がるので。急走1枚切られちゃった直後っていうのもあってちょっとやだ。ああまあ白まで引いちゃうの悩ましいまあ満貫ルートを逃さないようにしたいので3万を打って先に管理マンをいらないにしたんですが、バカ野郎バカ野郎まあ全部チャンタになるものは仕掛けます。スーピン以外は全部仕掛けます。統一フェルとチート率になるのはちょっとね、いやけどチートにはしないかなこれ。おお、ドラ引いたよ。まあ、急走急走になるかな。1枚急走切れてて、まあ白も切れてますが、まあ、パーピンとか E ピンがね切られちゃった場合は、今パーピン1枚切られましたけど、もうちょっと枚数見えちゃった場合は考えようかなぐらいですごいねツモがさあ下茶さん、そうですね、想像ちょっと高めでしたね。急走値両面が入ります。まあ何がここにあるかもしれない。まあ、先に急走リリースしちゃいましょう。ペーもションパイちょっとやだけど、急走チー出し3ピン、あ、3走か。本日まで伸びてない。うん、そうね。うわ、くそーしかもあんま高い。いや、急走のところ何々にするもあったかもしれないですけど、まあ1枚切れなので、白は、いや、イスビアね、やっぱり白ポンできた時にどっちでも上がれるんでにしたかったですね。くそー、チャンスで。さあトン2局0本場ドラーがまたしてもイーマン。今度はなんかメンズ手進行そのままいけそうな手なので、まあフールは考えないでいいですね。赤1リーチ赤以上が打てそうです。まあ、3万イーマンとか引いたらねドラも使い切れるし、一旦薬杯はいらないにして、まあ、キューピンもねウーピンローピンアンコになった後のカンパーピンみたいなのも一応採用はするので、で3ピンパーソーリャンマンはくっつきで嬉しい。まあ、リャンソーもリャンソー3層。な、これね。あ、これリャンソーじゃなくて、あ、じゃあパーソーじゃなくてリャンソーの方がいいかもしれません。純粋なくっつきがパーソー周りの方が、なん、あんこ。あんこティグ。さあ、下下さん9ピン3つな。捨ててる。パーピンちょっといいかもしれないですね。ローピン自身であんこ。まあ、パーピン、あんこの場合もあるか。パーマン、9万握れ微妙。あ、3枚見えだ。ドラ表でしたね。なんとも言えない。あ、ウーピンあんこったら嬉しいですねって言おうとした瞬間でしたね。これって、まあ、そうすると3ピンが機能してないか。まあ、ピンズ下の伸びを見るか、リャンマン周り、ドラ周りを見るかですね。まあ、リャンソー立てカンパーピンの3アンコ赤い地点配80、16、46、50か。あーパーソーいてまあリャンマンを今打っちゃうのもありだったな。1枚切られたんで3層引いてきても、まあカンパーピンいいかもしれないでリーチ打ちてますね。まあ、これで換算マンターツにして、まあ、チーピン立てでのね、換算マン3アンコもありますし、キューピン立てがないんでね。
チーソーね、言ってもいいシャンテンなんですよね。まあまあ、リャンマンスーマンで下茶さん、どうぞ、にしちゃいたかったっす。チーマン、ちょっとやだ。あ、カンスーマンチー、チューン赤いチー。ダイメンさん、ニャンピンチ。おお。三層二論の声、チュンドラドラ、5800。この人赤めっちゃ持ってる。ちょっとどうだったかって感じですね。もう、リャンソーパーソンのところは純正のミスですね、あれは。さあ、トン2曲、一本馬、ドラが9万。なんとも言えし、まあ、白チュン両方嬉しいんで、一旦ね、ドラを使うか、まあ、チーマン引いた時のカンパーマン、カンローマンの両冠の形に取れるような形を優先して、まあ、今もそうなんですけど、まあ、ドラが使えるかもしれない両冠の方を優先しました。さすがに、ウーソーに手かけるはちょっと違うなと思っちゃった。チュンカさんね、まあ、これで嘘ですね。一旦中の店は1300を回りに行くも全然ありだと思います。まあ、これで馬を切っちゃいましょうか。なおはちょっと安全牌として。まあ言っても一枚切れなんで安全かと言われたら嬉しいですが、でシャンテン、まあ6球相当関連ピンなんですが、9枚引いてきた時にローピンを切ってチャンタをつけに行くっていう選択肢もあります。あ、まあ、これもね、まあ1000点が2000点はね、あまり意味ないかな。どうなんだろう。一応9ピンチームします。これはチャンタ3色がつくので、場合によっては現状ならチーできる。ただテンパイからはね、食い替えになってしまうのでつけに行けないんですが、まあ、あとは何といってもドラヒョウのカンパーマンですね。まあ、9万盾を引いた場合はシャンポンに変えるので、9万9ピン。現状どっちもションパイなので、まだ可能性はあるでしょう。ペイは親のゲームっていうことですね。まあ、自分がペイ引いた時にもローピン9ピン打っていって、ちゃんと3色のルートが見えるので、まあ、これでテンパイカンパーマン、まあ、こうなると食い仕掛けはできないですね。まあ、2000点ないし、ノーテンバップが取れたらいいし、リーチできちゃったらまあ考えましょう。一応スライド見るか。678変化は振り点なんで、まあやらないんですけど、ローマン2匹はね、ドラも出てっちゃうし、これ騎士89になった瞬間、やっぱチャンタ3色リャンハン増えるっていうのがでかいですね。まあ、でそっちの変化だけ見て、まあ、赤引いちゃったらごめんなさいにします。OK、 上がれた。まあまあまあいいでしょう。さあチュンドラ、2000は2300点の加点。これがローソーと急走変わるだけで8000点になりますからね。まあ7700。さあトン三曲ゼロ本場、ドラがチーソー、ドラがぽっこり焼いてる。あ、これトンから切ってもよかったな、別に。まあ、一応シャアが2枚切れになったんでシャアの方を切りました。でもトンを合わせちゃう方はなんか個人的には好き。ここら辺ナーガさんはどういうね、どっちが好みなんでしょう。ルーソーコンからちょっと入りにくかったな。おー嬉しい。さあカンチーソー引いたらめちゃくちゃいいシャンテンになりますが、トイメンさんからリーチの声、ウーソーチーソードラターツ外してきたな、カンちゃんとはいえ。まあ結構期待、なんか量刑ですよね、こういうの。
ドラが使い切れるような形をわざわざ嫌ってるので、これでなんかよくわかんないカンチャンとかは出てこないでしょう。カンチャンリーのみみたいなのはだいぶ信頼度が高い手に対してどうするか。その前に割ってあるウーマンのまたぎのチーマン、いやでもそれだったら筋のリアンも打っちゃった方が良かったな。逆だな、間違えた。いやでもね、これね、ピンズは打ちたくない。あ、最悪最悪だよ、マジか。あー、なるほどね、役ありか、それが出てくんのか。いやー、何も考えずにリアンピン切ってリーチだ、マジか。でもまあこれ一巡前に補充してる手ですねさあトーン3曲1本馬ドラがパワーストー、なるほどな、今のは確かに出てくるわ。カンロスを外してるから変なカンチャンないでしょうと思ったけど、役ありカンチャンは出てくるわ、そりゃそうだ。いや、あの順目でちょっと引っ掛けになってるカンリャマンは無理だよさあトーン3球1本馬ドラパーソー、78球の3色ドラ含みで見えるような形、まあこれはもう自分の手に素直にですね、カン3ピンでもサブロストでも嬉しい。まあいいシャンテン、まあ3色崩れてもこれはリーチです。さあ6球ピン6球マンの方がいいシャンテン、面ピンドラ1になるか、面ピン3色ドラ1になるか。あ、まあこれで単用マックスまで見ましょう。さっきまで9が欲しかったんですが、今は6が欲しいそういうもんだよねさあリーチ待ちは6球ピン、リーチピンフドラになりました。さっきのところトーン打っちゃってどっちにも構えてもよかったかもな、急走別に。でも急走現物になったの今か、仕掛けの筋ではあるから別に急走持ってもよかったな。これ頼む、ローピンの方積もって9ピンの方はちょっとやだ、7、8球逃したから。あ、でも今な、あ、まあ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 、そうね、あ、まあまあ裏乗ったんで関係ないですね。違うわ、9ピン、ね、3色ついたらハネマンだふいやー、今のはちょっとローピン、トーンを先に打つべきだったかな。はい、の甘え、トーン4局0本バトルがパーピン、あんなんね、別に守備考えなくていいんでね、自分の攻めマックスで考えるべきだわ。さあ2、3、4の3色の可能性も見つつ、まあパーピン、ローソー、スーマン、どれにくっつくか。さあ下車さん、チュンポンダー、イーマン、トミさん、ローピン、ツモギリ、あんま嬉しくない6万引きまあパーマン引きはダマっすね、ダマってか外すまであるな、ローマン打って。ウーマン引きはね、リーチプラスイーハンピンフがつくんで打ちますが、おー嬉しい。まあこれで純粋に両面両面ですね、6球ピンとウッパーマン、もしくはローマンイーピンのイーシャンテン。このチーピン引きめちゃくちゃでかいな。いや、ローマンを先に切るかどうかなんですよね。とはやんじゃない、持ってる。持つ余裕の点数ではない気がする。これでね、E ピンとかローマンはこうなってるのリーチドライチ両面逃す方が罪だと思うので。あ、まあ、これ、二度受けだけど、一通チャレンジはしたい。なぜなら一通が大好きだから、サブローピンほぼねえな。あー、この9ピンチーでもよかったかも、さすがに3枚目でしょ。で6球ピン、サブロークの6球ピンもかなり薄いもんな、まあ、これチーですね。だったら9ピンチーしとけまあもうローピンがあと1枚しかないので、
まあ、キューピーも1枚しかないけど。ああ。ジャオリ。いやーこれ9ピンチです、さっきのこれね、泣くつもりがなかったから泣きなしをしてたけど、おうおうわお危ない、なんとハクチュンドラドラ8000点の横移動、なんかタナボタ2着は取れそう。さあ何一局ゼロ本場、ドラが嘘、赤いブーピンが1枚、他はなんかパッとしない、まあ、トン発の重なり期待、トン2枚切られちゃったんで切りましょう。発も1枚切られちゃった、こんないらんか。チーピンパーピンポンから入って単葉ドライチ2900取り行きましょう。これはもうちょっと速度が間に合ってなさそう。あーペン数そうできちゃった、嬉しいような嬉しくないような。するって言ったんですが、ペン数層がやっぱちょっと不安すぎるので、ドラ表ね。まあこれでしやすいけど、もう2枚目になっちゃうんだよな。じゃあ4枚目のチーピンになっちゃうんだよな。リャンピンも1枚切れてんだよな。だったらベンピンか。チーピンパーピン外して6球ピン1同系にして、まあ6ピンは2同系ですけど、サブ6ピン外すがないので、さあパーピンチーの声。神茶さんこの点数状況でその資格か、なんかドラ持ってそうっすねっていうところに小さを打つのは微妙だわ結構アウトだわ。赤ウソまたぎとか、あーん、さあ現物パーピンから打っていってチーピンを勝負するかどうか。いやこれがいけないな。まあ、理想打っときますか。関数装置とかできた場合だけ考える。まあ、出てくるもんじゃないでしょう、さすがに。うん。折りっすね。これ何切って降りる次、結構まずいな。あ、まあ、チーソー打てる。助かった。ダンソー。あ、これローマン先打たなきゃダメだ。うわ、うん。手出しなし。あ、いや、ローマン打っていい。これはローマン打たなきゃダメだ。チートイ。チートイ2枚見なきゃダメだ。数ピンとかウーピン引いたら結構絶望。これあと配定をずらしたい。だったらローマンの持っといた方だったなぁ。泣いてくんない？あー、ダメか。まあまあ。なんあん、このウーピン関係？わお、サブロスをね。今のウーソローマン切り逆な。おっと、なんかすげえの来た。何2曲1本場、ドラガスーマン。まあまあ仕掛けてトイトイルートですね。あ、トイトイになんなくてもいいですね、これは。さあ、イシャンテン。ローピン、あ、だからまあチーピン周りよりもローソー周りと白重なりを見ました。まあウーピンポン。ああそんな丁寧に、なんかそんなすぐに恨めることある？そんなんじゃなくていいじゃん。これでも、シャープン第一層からのリアンソーポンって、まあ本質には絶対見えねえから、まあ遠い遠いですか、見えるとしたら。ペアンコあるんで、守備力あるので、まあローマンローソンのくっつき、両面でいいや、これは。
カンチャンとは数万匹のカンフーマンとはだけちょっとやめてほしいけど、まあでもドラだからな、数万、それはそれで嬉しいか。52でしょ、しかも。トイトイはほぼ見ない、3万残し。あ、まあまあまあ、これでいいっす、これでいいっす。完全にイチャコを狙いに行くこのような形ですね。トイトイになって下茶さんから上がれた時は嬉しいけどね。そもそもこれ重なった時にトイトイにするのか問題なんですが、打点が違うのでトイトイにしまいです。嘘とかどう、あ、違う、パーソか、668だったのね。5と5のトイトイ上がれる騎士ね。厳しいね。でも上がれたらでかいんだよな。ああ。いって。訓六玉点はきつくない？ちょっとそれは。いやでも地蔵にしとくべきかな今の。でも打点見たいよさすがに。8000直が偉すぎる。さあ何曲日本バドラがペイ。つまらねえ手だな。なんだこの手、やる気しねえんだけど、ラスト目だからやる気を出さなきゃいけないのがめんどくさい。国章は本日やる気ねえ。ドイメンさんやる気ある、ヤンペドラなんて打ってきちゃって、もうまあまあ周りからはっきりと想像ですかっていうね。あ、もうペイも合わせられる。まあ想像ですね。打点アップの頼みの綱のペイがもう2枚ないのでね。もうさ、ジャンタマも右クリックでスルーできりゃいいのにな。さあ8本が入る、まあ国車無理ですね。じゃあ本一か、本一1通あたり。このアンチャンも大体ラスでしょう。手がさっき来てくれりゃさ、マスチそのままでいいんだけどさ。さあ何三局ゼロ本場ドラが数層なんかすんごいターツある。さあ総図でドラ若含みの2面使完成。さあチューンをポンされてしまいました。まあ役はいらないでしょう。椅子馬引いた時にどうするかな。まあ椅子を切るのかな、さすがに。ああ、もうこれで関係ない。はい、関係ない、リーチ。はい、ずるい。メンピンドラーか。はい、ずるい。周りの人全員なんやねんって思ってるやつ。やばい、マイクがちょっとずれた。半年間、ずるいわ。なんだこのメンピン一発もドラーかって。トイメさん絶望だろこんな。サオラース何4曲0本バードラーにゃんそう。なんだこの手、またやる気しね。まあ一応シャーチャーさん泣いてさっさと上がってがあるので、シャーとハクちょっと残します。やる気ねえなこれ。おや、まあそうだね。あなたやんなくていいもんね。むしろこっち頑張んなさいよって話か。はあ、この手をどうやって上がりに結びつける。うっかりなんかちゃんととかやってくれてねえかな。
そこチューン仕掛けてくんだ。まあ、マンズですね、あれは。じゃあ、ハク切ってあげよう、先に。あ、もうハク今切ってたわ。あ、うん、分かってる、この人。4000点差だから最後まではね、できない。まあ、赤馬持ってたら漫画になるのか。それめんどくせえな。打てねえじゃん。あ、打っていいのか、一応。3着だから。あーはーん。あーはーん。うわ、ローピンチーして。まず一向に興味を示さないですね、トヨさん。三層が2枚切れてんのか。いや、これ2ピンチあんのかな。感動ピン2枚切れだけど、そのローピンの所在が結構山っぽいんだよな。ローピンからチーできたとしても2ピン残り4枚になっちゃうもんな。これ想像は絶対泣くので、いや、ローマン残しておく。あったか、マンズ2メンズ想像でジャントを作ってピンズ、あ、ピンズでジャントを作るパターンもある。さあ、マンズ管理マンのチー、あ、これチーですね。3層チーはね、ローソクつけも取りやすいので、さすがにうっかり国士なんてできてないよね。やめてよね。ああ。結構間があってのリーチでしたね。宣言ハイパーアップ、おー、上がれた、ラッキー、上がれた、ラッキー、着いた。こんなの買わせた。さあ、というわけで単用赤赤ドラ8000点、あ、7700リーボー付きで回収して3万点を超えるトップ、あ、トップじゃない、2着。いや、なんかいろいろあった。いろいろあった、このハンちゃんは。はい、それでは解析完了しましたので見ていきたいと思います。ちょっとね、ポイントが今日途中で変えたのであまりそうなんで全部かけました。後で自分でじっくり見ます。まあ今日も普段通り錦です。はい、トンパツから急走とシャオ、あ、これちゃんと見ねえんだ、へえへえ、なるほど。で、これもちゃんと見ないんだ、へえ。じゃあだいぶ言われてそうだな、これ。マジか、俺チャンタで仕掛けることしか考えてなかった。ああ、3万チューン、まあさすがに関連マンも使いたいってことなんだろうな。ドラ出てくるのが嫌でした。リャンソーリャンマン、あ、パーソーリャンソーは別にパーソーでいいんだ。ここはリャンマン切りましょうか。リャンマンが単純な残りさえですもんね。うんうんうん、わかる。数万リャンマンのところ、リーチ受けてのところ、あ、もう数万からなんだ、なるほど。まあ、なんかビサだけより泣かれそうな方ってことか、しもちゃさん。リャンマンの場合はドラ絡みが出てきてちょっと打点が上がる可能性とかもあるのかな、おそらく。あ、これは3ピン、これは3ピン。俺あんだけちゃんと変化言ってたのに E ピン盾を忘れてる。これは3ピンです、これは3ピン切りましょう。え、このチーマン残すんだ。え、チーマン切り推奨してんのが日ばかりか。はいはいはい。なるほどね。まあ、ドラが出てくテンパイでもいいでしょうなんだろうな。あー、なるほど。ドラ短期か。確かにあるわ。いや、てか、これ頭から抜けてるな。ドラ表のカンパーマン3枚で、ドラ自体も3枚ならドラ短期の方がいいわ。確かに急走になっても別にちゃんとドラドラあるし、まあでもそれ振り点か、あ、違う、それはドラ短期なんだもんな。あ、これドラ短期だわ。なん、普通にローピン打っちゃった、ミスってる。あ、やっぱそうだよね、これリャンマンで宝珠だわ、ちゃんと。うん、
これウーマン選んだ理由はさっき、打ってる時に言ったんですけど、まあ、ウーマン先に切っててからウーソーチーソーの外しなんでウーマンまたぎがあまり出てこなさそう、うん、だってカンチャン先いらんやないっつって、ただし赤ウーマン含みの場合はスチームは普通に出てくるので、なんかそれはねやったかも。あ、でこれはリーチなんだ。うわ、これせっかくすり抜けたと思ったら、まあでも多分リャンマン打って一発目で、あ、二発目か、筋で補充がなんか正しい手順な気がする。うん、これはなんか変なことやった。別に普通にリーチでいいよねこれ。うん、スチソのリーチドラ、リーチ赤ドラ受けもあるから、うん、あ、でここのトンナンはトンなんだ、安牌で難を残しとけなんだ。なるほど。でここはリャンソーイーソーはリャンソー、酸素引いてきた場合に、あ、でも別にいらねえのか、どっちも使わねえもんな。ウソとリャンピンはウソ先なんだ。へえ。いや、赤ウソ引いてきた時にスーピンスーピンしたいやっていうすごい願望を持ってました。でここはトン、あー、もうこれはそう、これはマジでそう、これね、これ本当にダメなやつで、そしたら789捉えてんだよな、酸素切ってリーチになるから。でもイソリャンズを振ってる人間が酸素手出しリーチってなんかやだよね、嘘も切っちゃってるから。酸素がなんか安全牌ならあれだけど、まあでもこれは789も678もちゃんと追うべき。これはね、トン残し大反省。あー、そうね、サブローピモロキューピもほぼないからな。うん、これなんか一通見たいって思っちゃったけど違うわ。で、チーだよね、チーだよね、キューピンは。キューピンはチーだよね。そう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 。で、ここは、あ、チーピン、パーピンの方がまだ回りやすいか。なるほどな。で、キューマンとトンは、トン打っちゃったけど、まあ、キュこういうパーマン引いての4連携とかあまり考えないんだな。なるほど、まあ、端がかる4連携だしな。初リャンマン、もうリャンマンこの時点でなんだ。初は重なったら使える可能性ある。で、まだ形を維持して、シャンポンから埋まった場合、赤ウソを切ってリーチあんのかな。それをやらないので、もうイーソーから打ちました。え、今の瞬間だったら、ドラどうぞ泣いてくださいにしちゃったけど、まあまあまあ、泣かねえよな、さすがに。でもローマンなんだ、そんなに大差か。で、ここ、まあ、ここはなんかどうせなら嘘もう一回打っちゃえばいいよね、確かに。あー、ペン酸素すら大事にしようと。で、ここはさすがにくっつきで吐く切りなさいと。ローマン3万は3万、E マンが3飛びだからか。確かに、それはそう。あー、これトイトイしねえな、さすがに。そうね、いやー、なんかこのハンチャン握手率とんでもねえことになってそうなんかな。うん、もうなんかやる気のなさすぎるハイパイだったんで本一に行きました。うん、まあ何人前切れたし、なんかな、さっきのなんかなの時はまだションパイだもんね。まあ、ここは何っぽいな。3ピン9万は3ピン、今と、いや、3ピンの方が後々安全じゃない？ 9 万も安全か、その商品対象。これずるかったな、爆発中。あ、これ悪い癖。裏ドラ効率を考えない悪い癖。チーピンとイソはチーピンが先なんだ。より端っこの方は後で残す。ずるでしたね、さっきの。トンシャーペンのところはトンを切る。俺の連チャンめんどくさいしか。トイピンはイーピン。シャオは残して、とりあえずイーソー切っときなさいか。タツタリだからか。へぇー、これ、タイヤにもうここからちゃんと行くために満足をまだ残す。まあ確かにノーマン残したけど、9ピンなんだな。へぇー。これ、ハツは積み切らないんだ。今瞬間当たるとかポンされるが最悪。ひって12.5、 やばすぎ。逆にガンマが 7.5 って何。
ちょっとでも内容がひどかったっすね、このハンちゃんは。なんか毎日コツコツやんないとダメだね。ちょっとサボらずにしっかりやっていこうと思います。はい、というわけでご視聴いただいた皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。以上、たまでした。おつなりたま、ありがとうございました。